スターウォーズ登場テクノロジー一覧、スターウォーズ登場テクノロジー一覧、スターウォーズ登場テクノロジー一覧は、アメリカ映画、スターウォーズシリーズに登場するテクノロジーの一覧である。ドロイド、ドロイドとは、人間と同程度か、それ以上の知性、特に専門分野ではを持つ、ロボット全般を指している。その存在の位置づけは、人間の補佐や代用品で、場合によっては、 知能を持つ道具としても使われるが、個性や自律性を持っており、報給を得て、働くなど市民権を持つドロイドも存在する。基本的に与えられたプログラムに従って行動するわけだが、長い稼働時間の中で、本来の運用状況ではないにせよ、経験や知識を積むことにより、個性を持ち自己主張し、さらには嘘をついたり怒ったり喜んだりといった、極めて、 人間的な行動を見せるものも少なくない。スターウォーズ作中では、ドロイドたちが様々な性格を持つのはこのためである。数世紀に及ぶ長い対応年数を持ち、様々な所有者のもとを転々とするドロイドも多く、その過程で、中には違法な改造や機能拡張を受けている場合もあり、往々にして、恒例のドロイドほど経験豊かで熟練しており、 また人間からの信頼も厚い。特に反乱同盟軍で働くドロイドの中には、ボランティア活動として自発的に参加している者も,もいる。主な分類は、機械の修理作業などを行うアストロメクドロイドや銀河中の言語や霊気作法に精通したプロトコルドロイド、そして戦闘用のバトルドロイドであり、この他にも様々な専門分野に特化したドロイドが存在する。 アストロメックドロイド、アストロメックドロイドは、スターシップなどの修理、整備を行うドロイドの総称。プロトコルドロイド、プロトコルドロイドは、銀河中の様々な種族の言語や儀礼に通じたドロイド。戦闘用ドロイドの総称。劇中では通称連合や、独立政系連合が戦力として用いた。探査ドロイド、プローブドロイドは、 偵察を目的とするドロイドの総称。小型のものは、シーカー、シーカーとも呼ばれる。保証ドロイド、セントリードロイドは、見張り用のドロイドの総称。尋問ドロイド、インテリゲータードロイドは、拷問によって対象から情報を聞き出すことを目的とするドロイドの総称。セキュリティドロイド、セキュリティドロイドは、警備用のドロイドの総称。暗殺ドロイド、 アサシンドロイドは暗殺を目的とするドロイドの総称。医療ドロイド、メディカルドロイドは生物の医療を目的とするドロイドの総称。修理ドロイド、リペアドロイドは修理やメンテナンスを行うドロイドの総称。労働ドロイド、レーバードロイドは作業労働を行うドロイドの総称。パワードロイド、パワードロイドは充電を行うドロイドの総称。 足の生えたバッテリーのような姿をしている。EP4、新たなる希望のジャーのサンドクローラー内で最初に登場した。ゴンクドロイド、ゴンクドロイドと呼ばれるインダストリアルオートマトン車製の GNK シリーズやベディルラインシステムズ車製の EG シリーズなどがある。EP7、フォースの覚醒にはイーグル -21 という縦に細長いパワードロイドが登場している。 監督ドロイド、スーパーバイザードロイドは、労働の監督を目的としたドロイドの総称。精錬ドロイド、スマルタードロイドは、鉱石採掘所での労働を目的としたドロイドの総称。を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。